はい、こんにちは。特艦釣り大将のひろしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。お取り合いはじめまして、特艦釣り大将さんですね、ということで来ていただいた方本当にありがとうございます。僕が釣りをしていてご挨拶できなかった方、本当に申し訳ございません。今週はすごいことになってまいりました。ある日突然お家の方に取材依頼書というものが届きまして、全日本釣り技術振興評議会、略しまして JFT と言います。この団体様から取材依頼書が届きました。大会運営委員長の桑原誠様、本当にお呼びいただきありがとうございます。ぜひこの、伝統ある大会、皆さんもご覧いただきたいなと思います。伝統ある大会、どういうことかと言いますと、ただいま第34回という、大会になっておりますが、開催されない年もありましたので、大体40年以上続いている、釣りの団体、釣りの大会トーナメントを行う団体、この40年以上続いている釣りの大会といいますと、現在日本では聞いているだけで3団体しかないと。3団体のうちの1つでございます。まずここに出ようと思いますと、登竜門であります各地区で行われるフレッシュトーナメント、こちら、一般の方参加できますので、腕に自信のある方出てみてください。この登竜門を通り抜けますと全日本に出れる。僕も今年出てみようかなと思います。以前はかかりちぬという部門で出ておりました。この団体には、4部門ありまして、アユ釣り、グレ釣り、かかりちぬ釣り、磯ちぬ釣り、4つの部門がございますので、その部門の中の、以前はかかりちぬ釣りという部門に僕も、出場したことがございます。今回はアユ釣りということで、僕もアユ釣り大好きですので、ちゃんと取材してきましたので、ぜひ最後までご覧ください。お前だ。
はい、どうぞ次。一匹ずつ、一匹ずつ行きましょう。1回戦目取りますのが高橋裕二選手。鮎釣りしてる方ならご存知だと思いますが、1試合2時間です。2時間で、1時間場所交代と。後ろの方には早速歩いてきております。まあすごい気配りの利く人だなって朝から見て思ってます。見れないので、ぜひ最後まで見てください。
関係ないです。スタイル関係ないので、勝って勝負ということで、区間の間にどれだけ勝つのするかということになっております。場所を前に一個前にずらしましたね。境界線の旗ギリギリいっぱいで体を入れていき、一番の真ん中ぐらいですね。この落ち込みの真ん中ぐらいに行ってます。
今見ていると釣り方でいうと泳がせですね。かなりこの手の中を引くような釣りというかいうよりかは、泳がせ釣りですね。ほぼドットを、頭のねちょうど真上に立てている感じ。寝かしても20度、15度、20度ぐらいまでで、おとりを操作しています。最初の1時間、残り5分ほどで終了です。やはりこの上の落ち込みをずっと泳がせで、一番奥まで行ってこのエリアを終了する感じの展開になっております。1時間のエリアでの釣りが終了しまして、次またあと1時間下流に下がってこのエリアで釣りということですが、だいたい、ラインいっぱいの上から上一番上の精鋭ですねからスタートです。まだ、3選手誰も釣りをしてません。あ、仕掛けできましたね。仕掛けが出来上がりまして今川の釣っていきます。前の選手が釣っていたエリアを通り越しましてちょっと下流の方に下がっていますね。さあどこから釣りをし始めるのか、これもちょっと楽しみですよ。前の選手はここの背を釣っておりました。で、ここを飛ばしまして一段下の、奥のエリアをチョイスしたようです。もうちょっと下流まで来ましたね。ちょうど岩裏ですね。あっちの岩の裏をやっていこうかなというところです。
残り20分ぐらいですね。上流の選手、下流の選手ともちょっと苦戦しております。高橋選手も今、ちょっと釣り下りながら一匹かけたところです。はい、来ました。第1回戦残り5分ほどになってきました。ラスト5分です。3時間で1箇所ずつ交代、高橋選手、一番上流から、現在一番下流の、エリアに入っております。一番最初のその3時間目の、選んだポイントが一番最初の選手、2選手が入ってたより一番下流域に入りましたね。そこで、現在泳がせております。残り30分ほどです。今高橋選手は、前の2人選手は、向かって左側から竿を入れてましたが、現在右側に渡って、右側から竿を入れております。移動してすぐほぼ1尾取りましたね。
あと5分ほどです。ハハ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 ハパン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 とかかる。いい感じで来たのね。ね逆光で見えへんし、嫌やったんやな。だけど、こういうのが絶対いいし、いいし、ええしなと思って。ちっちゃい群れてるやつがかかりますもんね。ああ、あれかかんねんな。ね、昨日プラは入ってるんですか？昨日、役員。完璧にあの本部設定のあの矢倉君。あら。できへんすよ、プラなんか。はい、終了です。1試合目終了です。それでそれで難しいとか、いろいろ信じられへん。あれ、この間鴨の枝、もうロープがペイキンや。30匹やね。1回戦接戦でしたが、高橋選手通過です。